おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。それでは早速行ってみよう。絶対大報告会。もうそんな時期になったか。季節の変わり目にある会社の決算報告となるな。いつも通り、霊夢会社の決算を見ながら今後の展望も確認していこう。とはいえ、私もこの企画何回もやって気がついているけど、この時期の決算は連休明けがメイン。まあな、今回は前哨戦となるが決算報告スケジュールと関連情報も見ておこう。ゲームプレイもそうだけど、こっちも忙しい時期になってきたわね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずは光栄テクモ。2025年3月期第2四半期累計の連結決算となる。売上高は前年同期比 11.4% 減の351億9700万円。最終利益は前年同期比 4.9% 減の159億7500万円。減収減益となっているな。この要因は昨年にパッケージゲームについては複数の新作を発売した前年同期と異なり、旧作のリピート販売が中心となったためとしている。昨年だとフェイトサムライレムナントとか信長の野望神聖のパワーアップキットとかが出てたわね。また、金融市場を注視しながら運用を行い、受け取り利息、有価証券償還益等を計上したことで、営業外収支は前年同期を上回ったとのことだ。当たり前のように資産運用でがっつり利益出すな。これは以前にも紹介したけど、光栄テクモホールディングス代表取締役会長エリカワ恵子氏の手腕によるところが大きいようだな。このエリカワ氏がいなくなったら、光栄テクモもどうなるんだろうとか依頼心配もしてしまうな。この霊夢が依頼心配しとる本業を見ていこう。売上はコンソール、PC ゲームとオンラインモバイルゲームともに落としているな。まあ、一ユーザー視点でもこの夏光栄テクモで大きな動きはなかったと思う。ゲームソフトの販売本数はこのようになっており、この四半期で新作がなかったこともあり、日本国内では90万本となっている。ダウンロード比率は 78.7% か。やっぱり新作ないとダウンロード販売がメインとなるのか。これは光栄テクモに限った話じゃないが、パッケージソフトは基本初動が全てだ。まあ、発売から数ヶ月経てば量販店にも中古ソフトが多く並ぶし、ダウンロード版もセールが増えるから、わざわざ新品で買おうとは思わんわな。現在光栄テクモはハロウィンセールを実施中。信長の野望神聖とゼロシリーズとなるわね。信長の野望などの仕草は、高ブランドのシミュレーションゲームは、固定ファンが根強くいることもあり、中古ソフトの値崩れはそうそう起きない。そうなのよねー。ウィニングポストとかを安くなるなら中古でもいいかなーって思うけど。まあ、半年、一年そこいらではそれほどお得な価格にはならん。ゆえにセールのタイミングは特に要チェックだな。オンライン、モバイル分野は前四半期より売り上げは伸ばしており、底堅いスイートはしている。まあモバイルゲームは健全な運営を続けてくださいなってところだわ。今のところ、モバイルゲームでは主だった新作の予定はないので、当分は三国志、信長の野望、レスレリアーナのアトリエが柱とはなるだろう。基本光栄テクモは大きな動きはないわね。ここまではそうなんだけど、ここからの展開は計画見るに怒涛ではある。すでに発売されている三国志8リメイク以降は、先日、アバンタイトルムービーが公開となったフェアリーテイル2が12月13日発売。自身で大型タイトルと銘打っている新、三国無双オリジンズが1月17日発売。弓矢のアトリエが3月21日発売。さらにデッドオアライブエクストリームの恋愛ゲームヴィーナスバケーションプリズムが2025年初頭。レスレリアーナのアトリエはモバイル版と世界観は同じで、新主人公、新ストーリーとなる完全オフラインゲームが2025年発売予定だ。レスレリのオフライン版はモバイル版をプレイしなくても楽しめる仕様であってほしいわ。さらに複数の未発表タイトルを年度内に発売予定となっており、今後かなりの数の光栄テクモ作品が年度内で出ることになる。各スタジオで各々開発している以上、発売時期を示し合わせるのは難しいんだろうけど、ちょっと集中させすぎやしないかい光栄テクモさん、とは思うな。未発表のタイトルはどうかわからんにしても、ジャンルかぶりはないので、バラエティに富んだタイトルを、高い品質で開発できることが当社の優位性としているし、各ブランドの強みをさらに伸ばす、ともしているので、
今後の光栄テクモの展開は注目しておきたい。アンジェリークが30周年となっており、来年に30周年を記念したイベントが予定されているので、未発表タイトルにアンジェリーク関連はある可能性高いな。女性向け恋愛ゲームのパイオニアな存在だしね。私も任天堂オンラインに追加されているスーファミ版アンジェリークはプレイしてみるか。個人的には新、三国無双オリジンズが無双シリーズファンが納得する出来であることを願うよ。それに新規 IP の創造は重要な課題としているので、大型タイトルだとまだ作品の発表がない AAA スタジオに期待したいな。新規 IP はどのメーカーも課題だろうし、挑戦する姿勢は応援したいところですよ。お次はカプコン。売上高は前年同期比 24.7% 減の564億200万円。最終利益は前年同期比 39.6% 減の152億7500万円。こちらも減収減益となっているな。7月に完全新作、国津神は高い評価を得たとしているし、9月に逆転剣士 1&2 三剣セレクション、デッドライジングデラックスリマスター、マーベル VS カプコンファイティングコレクションアーケードクラシックスを発売し、シリーズファンを中心とした根強い支持を集めた、としている。結構新作は出した時期ではあるけど、結構前年比で下がったわね。じゃあね、カプコンも言うとるけど、昨年はストリートファイター6を発売していたし、バイオハザード RE4 も根強かった印象あるわ。故に前年同期と比較し減少したが、リピートタイトルの販売本数が前年同期を上回ったことにより収益を押し上げ、年間計画達成に向け、計画通りの進捗となったとのことだ。毎度のことではあるけど、カプコンのセールでの販売は好調ってことか。上期は概ね想定通りに推移。上期の実績と販売本数ハード別推移はこうなっている。カプコンは PC の売り上げがもう 54% になっているのか。2022年から一気に伸びてそのまま維持している状況だな。例の感染症やら、当時の PS5、Xbox シリーズ XS の品薄も影響はしているだろうな。カプコンのゲームは PC でプレイし出すとなかなかコンソールに戻ってこない印象はある。新作の販売本数は下期偏調の計画で、通期で新作で1300万本売る計画となっており、モンスターハンターワイルズへの期待は大きいだろう。ちなみに当たり年とも言えた2023年の実績でも新作は1000万本は売れていない。それだけモンハンワイルズへの期待はあるということね。まあ、期待もしたくなるのはデータからもわかる。モンハンは神木でワールド、アイスボーン、ライズ、サンブレイク全部ミリオン超えかよ。セール効果もあろうが、モンハン熱は維持したというところだ。ここからオープンベータテストでどう盛り上がっていくかよね。今は PS5 の PS プラス会員が先行でプレイ可能。週末からは Xbox シリーズ XS、Steam でも開催となる。私も PS5 のオープンベータテストをちょい参加しております。チュートリアルを含むチャタカブラ討伐とフィールドをざっくり回ったけど、解像度優先でさほどフレームレートは気にならんかったけどね。フレームレート優先でクエスト挑戦して比較はしたいと思うけど、私は PS5 でパフォーマンスは気にならなかった。PC でのプレイでも確認はしていきたいな。うちの PC だと画質落とさないとパフォーマンス厳しいかもしれんな。まあ、そのあたりとプレイ感想は週末にまとめていこう。それに新作だとまだ噂レベルではあるが、バイオハザード9が年内に発表となるかもなお話もある。もうこの時期で年内発表というと、昨年の TGA でモンハンワイルズが発表された感じとなるんだろうな。以前にオープンワールドのバイオハザードかもなお話あったし、もうシリーズ通して戦い続けているレオンやクリスはそろそろ勇退させてあげてくださいって感じだわ。こちらも期待はしておきたいな。さて、決算情報に戻ろう。他事業ではアミューズメント施設事業は好調。現在51店舗展開しており、今後も出店予定となっている。なんだかんだ言ってもアミューズメント施設ではみんなお金は落としているって感じね。アミューズメント機器事業という名のパチスロ機販売も、ちょい現役ではあるが、メダルを使わないスマートパチスロが安定している。鬼武者はもうちょいパチスロでヒットしてゲーム復活の流れになんねえかな。e スポーツ事業は利益は出とらんが。まあ、こちらはストリートファイター6などを中心に IP のブランド力向上を目的にしているんだろう。配信界隈ではもともとプロじゃない人でもスト6に力入れている人も多いからねー。
今回のカプコンの決算は前年同期比で減収減益になったと反映。先ほども言ったように下期のモンハンワイルズを控え、計画通りとのことなので、今後の展開も注目となるな。逆に言うとモンハン頼りな傾向ではあるから、ワイルズが初動で悪評つくとヤバいとは思うけどね。そうならんための今開催のオープンベータテストだけどな。まあ、しっかり参加してカプコンにはちゃんとデータ集めてもらうとしよう。さて、今回は光栄テクモとカプコンだけの紹介となったが、今後のスケジュールとしてはこんな感じになっている。連休明けの任天堂は注目となるわね。決算報告前後になんかあるかな ?9 月から特にスイッチ後継機種中心にずっとなんかありそう感を確認したけど、ゼノブレードクロスの決定版となるディフィニティブエディションが発表された。シリーズファンにとっては待望の情報となるわね。ゼノブレードクロスのように年内はソフト情報など出せる情報は単独で出していく感じかもだな。どうなんでしょうね。言うてもマリサの予想は大体外れるやん。私に限らず、ユーザーが身構えている時はすかされるってパターンは今までもあった。まあね、サプライズは意識はしているだろうからね。どちらにせよアンテナは張っておこう。そして、個人的に気になるのはバンダイナムコかな。直近での DEI 重視の対策が大こけしているし、任天堂の受諾開発タイトルが開発中止になったとかのお話もあるし、かなり今後が心配だわ。そこも含めて業績も見ておきたいな。そして、動画編集時に速報としてきたんだが、あのコンコードの開発スタジオのファイアーウォークスタジオを含む2つの PS スタジオが閉鎖になっとるよ。やっぱりあれだけの大こけしたら再起は無理だったか。ハーマン、ハルストスタジオビジネスグループ CEO は、コンコードから学んだ教訓を活かし、将来的な成長に向けて引き続きライブサービス領域に取り組んでいきます、としている。とりあえずライブサービスゲームは根本から計画変えた方がええと思うぞ。この件についてはまだ速報で確認しただけなので、また今週中に改めて掘り下げよう。そうなるとソニーグループの決算も気になるな。決算報告時には PS5 Pro も世に出ているからな。また親元ソニー社長のトトキ氏が厳しいこと言いそうだけどな。まあ、こちらもしっかり確認していくとしよう。次回の決算大報告会は任天堂会となる予定なのでどうぞよろしくお願いいたします。このチャンネルでは有意義なゲームライフのための情報提供をしてまいりますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。日曜日に定期更新しているので、今後ともよろしくなんだぜ。